DJ ニラは日本の男性プロレスラー。青年非公開。出身地は2012年5月3日の DDT、新潟大会で新潟出身と暴露された。以前は海援隊土ョに所属、現在はフリーだが、名館などではザイヤと表現されている。2013年より一時期新潟プロレス所属として扱われていたが、 その期間中道団体に参戦したことは一度もない。リングネームにて DJ を名乗っているように、ギミックのモチーフはクラブ DJ である。DJ とはディスクジョッキーの略ではなく、デビルジョーカーの略であり、ニラはバニラに由来する。デビュー以来一貫して団体の最弱キャラのポジションを守っており、因縁を吹っかけて流行られ、ユニットを組んでは傲慢に、 振る舞い仲間に愛想を尽きかれて解散を繰り返している。その弱さは、ドラゴンゲート所属のストーカー市川と双壁をなす。話術に優れているため、TV 中継のホストも務める。決め台詞は、ラブイズ、オーバー。二千2 0 0 7年4月8日の海援隊土壌5周年、記念大会を最後に現役を引退したが9月5日のマッスル15で突如復帰した。海隊には、 初期から所属しており、旗揚げ工業前に、吉本女子プロレス J d で K ブラッドのマネージャーとしてデビュー。K ブラッド VS サイコシップ、ロスクアトロタバスコス VS パルプンテ、さらに女子3選手との交想など、旗揚げ以来常にお船と交想してきた。そのためお船引退後は適当な交想相手が見つからず、本領を発揮できない日々が続いていた。 ヌーディ・レイブのマネージャーとして新日本プロレスに乗り込んだこともある。また、ネオ女子プロレスにもレギュラーとして参戦。田辺優とのバーリー・トゥード戦はネオでのベストバウトとの呼び声が高い。2003年12月28日にストーカー・市川と最弱王決定戦という名目で試合を組まれたこともあり、その後は最弱キャラ同士として気が合うところがあるらしく。 ハッスルにて一部 ES2 の変速タックマッチで組んでいる。またストーカー市川とタックを組み、北と明と戦ったが、10秒にも満たずに、ノーザンライトボムからのピンホール負けを食らった。2004年には全日本プロレスリング穴木原文人と対戦して連敗。666では、佐野忠と組んで、KY 行動に出るなど、品宿を買っている。プロレス界では、 高木三四郎と双璧を成すガンダムを託再び海援隊土女の理想を掲げるために、本工業成功成就のために、よ、私は帰ってきた。など、マイクアピールにも、ガンダムネタが多い。2010年、デビルジョーカーオペレーションにてユニットを組んでいた、野豪ヨシアキによく似た、野豪アズナブルの率いる、野豪広告軍に参加し、DT プロレスリング2010年両国大会の、 リングに上がった。2010年下期以降は DDT に定期参戦をしている。2012年にタイで旗揚げされた我が党運前にも参戦し、定期参戦している。旗揚げ1周年興行で日本人レスラーとして初めてタイ人に負けるという屈辱を味わった。日本でも EK バギーに敗れている。2015年9月21日。 我が党運前横浜にぎわい座大会で、里夫が持つ岩三冠統一王座に挑戦して勝利。王座をダッシュした。2019年2月16日、マッスルマニア2019飲料国の対、アントーニオホンダ戦で、メインイベントを務めた。ホワットタイムイズイナウと見えを切りつつ、観客と共に、DJ タイムと叫んでから行う。3以降はなかなか見られない。 2011年3月頃から2016年現在は入場テーマ曲をかけず突然会場に乱入する。ありがとうございます。